日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらフラ寿司さんでお寿司やフライドポテトを食べていきたいと思います。もちろん後からいろいろ注文しますけどね。フライドポテトにつきましては以前自分がゲーム実況なので交流させていただいているコトブキさんが SNS に上げているのを見て美味しそうだなと思って、今回食べてみることにしました。エビとかも美味しそうですね。それでコトブキさんが食べていたポテトから食べていきたいと思います。ではポテト食べに来たようなものなんですけど、やっぱりお寿司も美味しいですね。あとスイーツもって思ってたら結局スイーツいっぱい食べる平常運転。はい、お醤油ちょっと垂らしてます。まあ普段あんまり調味料とか使わないんですけどね。以前スシローを食べた時に、いやなんでお寿司使わにお醤油かけないんですかって突っ込まれたので、まあお寿司にはお醤油かけた方がいいのかなと思いました。もちろん言うまでもありませんけど、ペロペロ舐めとかはしてませんからね。そう、ああいうバカなことやったら本当人生を失う、人生をアウトになるからな。何か注文しようかなと思ってるんですけど、まああんまり無理してバクバク食べるのもやっぱ違うなと思ったので、今日はこのくらいにしとこうかな。だけど美味しいのでまたいろいろ食べたいです。ごちそうさまでした。コトブキさんがおすすめしていたポテトは本当にサクサクしていて、ジャガイモの風味もふわっと広がっていて美味しかったです。あとエビもプリプリしていたり、焼いて少し歯ごたえがあったりしていて良かったですね。ちなみに自分はエビはどちらかというと歯ごたえがある方が好きです。その後ちょっと贅沢して大トロを一貫だけ醤油してたんですけど、それもまた脂が広がってきましたし、スイーツの豆乳ドーナツやサクサク食感、あんことバニラアイス相性良かった。あと一見するとコーヒーのような紙カップに入ってきたぜんざいもホッとする甘さでしたし、わらび餅やわらび大まんじゅうもきな粉の香ばしさとプルプルとした餅の食感がよく合っていました。そして大学芋スティックもカリカリとしたさつまいもがの甘さがお寿司の後に来ると、より引き出せますね。で、お寿司屋さんに来てるのにお寿司よりスイーツばかり食べている平常運転で、ね、まあ美味しかったのでよしとしますか。というわけで今日食べた中だとお寿司であればやはり油の旨味がふわっと広がる大トロ、そしてサクサク食感が美味しいポテト、アイスとあんこもついていてまろやかでな甘さとカリカリ食感が楽しめる豆乳ドーナツがそれぞれ美味しかったので、代表として5点とさせていただきますね。くら寿司さんまだ来てみたいです。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。